はい、皆さんこんにちは。今日はですね、僕がよく見てるアプリを紹介したいと思います。ですね、こういうアプリです。ジモティって言います。こちらですね、よく CM とかでも最近僕は見かけたことがあるんですけど、アプリとしてまあ大きくなってきたみたいで CM でもやってますね。で、開きます。で、アカウント登録してもしなくても一応ですね、この画面で、操作できるんですけども、今日何するかって言ったらですね、この、左上からちょっと読んでいきます。バイバイ里親メンバー中高助け合いイベントバイト正社員教室不動産お店とかありますね。で、その中でその下の欄ですね、日払い0円おすすめ新着フォロー家具家電近所とかありますけども、その中で僕が、気になってるのがですね、この里親っていうところをクリックというかタップしてみたいと思います。そしたらですね、めちゃくちゃ出てきます。里親募集してますよっていう、投稿というかいろいろ出てますね。ちょっと見てみたいと思います。一番上のパステルミケちゃんっていうのかな、家族募集千葉県山武市ですね。これは募集に至ったやむを得ない事情を猫の多数いる現場により保護しました。温かい家庭で過ごしてほしく里親募集いたします。野良猫みたいですね。あ、違う、野良猫としてではなく温かい家庭で過ごしてほしいっていう書いてますね。こういう感じですね。里親募集してますよっていうのも見れるんですよね、ジモティっていうアプリで。で、まあ今ちょっと下にずっとスクロールしていってるんですけど、猫が多いですね。あ、犬もいます。中型犬。あ、これも千葉県山武市ですか。中型犬ですね。12歳13歳ぐらい、やんちゃ甘えん坊で散歩が好きです、人懐っこいですとか、まあいろいろこういう感じで書いてます。で、今これ中型犬だったんですけど、小型犬も僕は見たことあるので、小型犬もいる。まあこういう鳥もいますね。鳥もいるし、まあでも本当に猫が多いですね、今見た感じでは。僕がたまに見る時あるんですけど、ダックスフンドもいるし、こういうなんか変わった動物もいますし、ああこれとかはテリアミックス、女の子、雑種ですね。これ子犬だね、子犬ですね。こういう犬もいるし、一般の人だったり、まあ、そういう保護団体というか保護ボランティアの人たちが投稿していることが多いです。もし気になってる人はですね、こちら検索してみて、例えば柴犬がいいなっていう人は柴犬って検索します。柴犬検索、はい、出てきました。大切にしてくださる方でお願いします。これ柴犬なの、これ柴犬っぽくないけど雑種かな、雑種っぽい。6歳、犬種は柴犬が入ってるかとは思いますが、何が入ってるかわからない雑種ですって書いてますね。こういう感じで出てきます。で、こっち、これはこれも雑種かな、雑種っぽい、ちょっと柴犬も入ってるっぽい。柴犬雑種メスですと書いてます。これもですね、あの里親、どうやって引き取るんですかっていうメッセージも直接やり取りができまして、でそれでまあその引き取る時の条件だったりとか、まあ審査というか、まあ保健所か、保健所とか
よりはですね、まあ厳しくはないのかな、甘い方だと思うんですよ、こういう、まあ、アプリで。まあ保健所とかですね、まあ、保護犬カフェで審査落ちることってあんまないと思うんですけど、まあそこでもし落ちた人はこういうアプリを使ってですね、いろいろ検索できますので、千葉県の小春ちゃんですね、これは飼い主さんの代理で投稿します。いろいろ文章がこれ書いてるんで、いろいろ質問してみてください。これもね、寂しがり屋で甘ったれな女の子って書いてます。いやかわいい。茨城県古河市、千葉県ミックス、まあ、こういう感じでたくさんいますので、もしですね興味がある人は、全然見るだけでもいいと思うので、広めていってください。ありがとうございました。